1一つの例として慢性骨髄性白血病という血液のがんについてお話ししますこの病気はかつて骨髄移植をしなければ3年から5年で死に至る疾患でしたところが2001年に分子標的治療薬のイマチニブの登場によりこの病気の治療方法は大きく進化しましたイマチニブを投与を受けた患者さんのおよそ90%において 白血病細胞の消失が見られたのです今まで死にゆく病気だったのが治りうる病気へと変化したのですイマチンブは従来の抗がん剤とどのように違うのでしょうか従来の抗がん剤は細胞障害性抗がん剤と呼ばれますこの薬はがん細胞を攻撃しがん細胞を死滅させれますが同時に正常細胞も攻撃するため 白血球が減少して感染症になりやすくなったり髪の毛が抜けたりあるいは強い吐き気が現れるそういった副作用が見られます一方分子標的治療薬のイマチニブは分子生物学の発展により作り出された薬ですこの薬はがんの原因となっている標的を選択的に攻撃することができますそれによって高い治療効果と 少ない副作用が期待できますイマチニブの登場以降分子標的薬の開発は盛んに進められてきました2001年にはわずか3品目であった分子標的治療薬は2010年には18品目2018年にはおよそ60品目まで増えましたこの分子標的治療薬の登場と複数の抗がん剤を組み合わせた併用療法の開発により 抗がん剤治療は進歩を続けてきまし,たしかしながら抗がん剤治療には落とし穴となるような課題も多くあります適正でない使用方法副作用高額な費用そして抗がん剤が効かなくなってしまう体制など治療を続けていく上ではさまざまな落とし穴があります抗がん剤の治療は完治を目指すことを目標にして行うばかりではありません 感知を目指せない場合は生存期間の延長を目指したりあるいはがんによる症状を和らげることを目標として行います抗がん剤治療にはこのようにプラスの面とマイナスの面がありますそのバランスをよく検討した上で行う必要があります